マカハンニャハラミタシンギョさて時は遡ること鎌倉幕府は第二代将軍源頼家殿は初代将軍頼朝の長子で母は北条政子1199年正治元年父の没後17歳で家督を継ぎ1202年建仁2年征夷大将軍に就任頼家の縁戚比企氏の勢力増大を恐れた北条氏の計らいで有力御家人13人による合議制が敷かれたため将軍の権限が抑えられた。さらに翌年には病を理由に66カ国離島職及び総守護実施の1万と弟の千万の地の三代将軍実朝への分譲決定を余儀なくされた。本年9月に幕府の比企能員と分かって北条氏討伐を企てたが失敗し、比企氏は滅び、頼家は伊豆修善寺へと幽閉され、翌年同時にて刺殺された。1202年元享元年7月の18日、後年23歳にてご夭折なされました。重ねては南北朝から室町時代の浄土宗の僧正倉上人は浄土宗鎮西派の第8僧下総の国の生まれで千葉氏胤の次男、俗名は胤明大連社猶予と号した。将棋が体系化した五重奏伝の普及に努め、多くの弟子を養成。明徳4年武蔵の国貝塚にあった真言宗光明寺を浄土宗に改修し、新たに増上寺を創建した。1440年永享12年7月の18日、去年75歳にてご自宅なされました。重ねては江戸時代は前期の侠客安瑞院長兵衛殿は前の国唐津の浪人のもとに生まれ、本名は塚本伊太郎、江戸安瑞院の住職高堂に除名されたことが起源となり、以後安瑞院と称した。浅草花川戸に住み奉公人を終戦する口入れ家業をしていた。放胆な性格で紛争をうまく収めるところから町役子の棟梁に推挙され名声を得た。後に旗本役子大正神義組の首領水野十郎左衛門と争い、水野によって中殺された。この事件は歌舞伎講談などで男立ての典型として殉職され語り継がれた。特に川竹木阿弥作極めつけ万瑞院長兵衛が有名。1651年明暦3年7月の18日ご入滅なされました。重ねては江戸時代は末期の書家子役者の市川米安殿は物の生まれ、皆は三井浅野は紅葉通称は小左衛門、別号に落斎などを号した。儒学を父市川関西や林術斎栗の立山に学ぶ。昭和長崎で真の御長身に師事、また米仏や顔真系に出宿し、前田公の元富山藩金沢藩に仕え、社塾小山林堂を開いて門人5000人余りを要した。牧良子浮名海翼と共に幕末の三筆の一人として名声を博した。1858年安政5年7月の18日、
去年80歳にてご入滅なされました。重ねては江戸後期から明治時代の和参加疫学者の久保田義行殿は以前の国岡山藩士美濃は千堂あざなは白行水彩と合した同藩の片山金谷に山岳を習い江戸の渋川影助や伊藤玄牧に歴法と蘭学を学ぶ嘉永4年毎年藩主池田義政に新歴を検定新後は音痴学校の地の岡山師範の教師を務めた昨には大円戦備御成歴などを表した1877年明治10年7月の18日後年54歳にてご逝去をなされました。重ねては幕末の女官岩木茂子殿は平元年1848年孝明天皇の号泣に近似し後少々内史となる芸能千草有文や岩倉智美らと意を通じ文政5年1858年智美の新州万歳検索は茂子を得て天皇に内進されたという和宮豪華に際しては堀川元子と共にこれを推進したため後に朝廷内の尊攘派から士官二品の一人として排撃され時間隠居落職を命じられた慶応4年1868年赦免されて休儀に服した1901年明治34年7月の18日去年74歳にてご逝去をなされました。重ねては幕末から明治を生きた軍人政治家の西郷嗣道殿は薩摩藩士の父のもとに生まれ本名は高沖通称は慎吾後継の西郷隆盛の影響で尊王攘夷運動に参加戊辰戦争に従軍後新政府に出資明治7年1874年陸軍中将として台湾出兵を指揮西南戦争では高森側につかず政府に残留文部卿陸軍卿農商務卿歴任18年内閣制度が創設されると第一次伊藤内閣の海将に就任21年海軍大将となる大将として日清戦争を迎え翌年選考を認められ公爵に叙され31年元帥に就任大将在任は通算10年に及び海軍の整備改革に尽力した1902年明治35年7月の18日去年60歳にてご逝去をなされました。重ねては幕末から大正期を生きた実業家政治家の倉内次郎作殿は無線の国は築地郡の出身成家は代々庄屋を務めたが自由奔放な性格と米相場などで加算を傾け福岡県は湯桁村に移住明治16年同時にて石炭の採掘を始めやがて足立峰寺などの開港に成功し九州でも有数の炭鉱王となり伊藤伝右衛門と並び称された41年政界に進出衆議院議員となり当選5回を数え政友会に所属痛烈な野獣を飛ばしたことで知られた1923年大正12年7月の18日去年77歳にてご逝去をなされました。重ねては幕末から昭和初期を生きた医師政治家の渡辺かなえ殿は宇都の国は川沼郡福島の生まれカリフォルニア大学への留学卒業後サンフランシスコで開業明治23年帰国後
福島県若松町に海洋院を開業、何25年衆議院議員となり当選2回を数えた。同年に当時高等小学校の生徒であった野口英世の左手の手術を行い、野口に医学の道へ進むきっかけを与えた恩師として知られ、卒業後書生となった野口に3年半にわたり医学の基礎を教え込んだ。1932年昭和7年7月の18日、去年75歳にてご逝去なされました。なされては明治から平成期を生きた政財界の巨頭笹川良一殿は、大阪の造り酒屋に生まれ、高等小学校を卒業して上京、鏡ヶ原以降第二連隊に入隊し、京都兵で退役、故郷の村議を得て1927年雑誌国防を創刊、31年国粋大衆党の総裁となる、39年には国産機でローマに飛び、ムッソリーニ首相と会見して世間を驚かせた。42年の翌参選挙で衆議院議員に当選、第二次世界大戦後は永久戦犯として3年間収監された。公職追放解除後は船舶事業に乗り出し、62年には日本船舶振興会、現在の日本財団を設立して会長に就任。協定収益の巨額な配分権を背景に経済界に隠然たる発言力を保持し続けた。1995年平成7年7月の18日、後年96歳にてご逝去なされました。最後に本日の御期日をお迎えになられました、歴史の陰に隠された名もなきすべての先事尊領からの大いなる恩恵により、現代を生きる我々の血肉となり魂の継承をさせていただいていますことを心より感謝をいたします。合唱。